第1ラウンド終了です。セコンダー、ラストラウンド。コアの集計に入ります。
選手はヘッドガードを外してください。集計の結果をお知らせします。ジャッジ A 18-10、ジャッジ B 18-19、ジャッジ C 18-10、合計0-3をもちまして青コーナー和田選手の判定勝ちです。この結果、フェザー級優勝は和田徳義選手に決定いたしました。